長田達人が上がって一旦近畿勢の動きを抑えました。さあ近畿勢の動きを抑えた長田達人、外並走からタイミングを図ります。1コーナーから2コーナーカーブ、前は8番の本田ですが、長田が中段の位置を抑えてまだここでは踏み込んでいきません。あくまでも藤井翔吾を抑えた大分勢、これは長田達人も積極策がありそうです。金を迎えてここで翔太が行った。翔太が仕掛けて金の3コーナー前を叩きます。8番車本田も合わせますが、翔太が出切ってきました。追い上げる格好で3番車藤井翔吾が上がっていきますが、どうでしょうか。さあ前は翔太達と、もうここは果敢に先行していきます。そして巻き返す藤井翔吾、藤井も強引に巻き返していく。番手梶原が懸命のガードですが、1コーナーから2コーナー、あーっと藤井がちょっと外浮いた。今度はインから切り込んでくる4番の肥後直樹だ。肥後直樹が今度は前から前に出ていきました。さあインから前に出た4番の肥後直樹、これをかわして藤井翔吾ようやくできっていきますが、これは本田拓也の出番か。本田がまくって3番手、2番手、4コーナーから直線抜けた藤井翔吾先頭、藤井先頭、藤井先頭、間から1番の飯塚が突っ込んできた。ゴール前は1着争い、粘ったのは藤井翔吾ながら、真ん中のコースから1番飯塚明の追い込みがありました。